こういうことだ、だから痴漢っていうのもあるのか。迷ってる場合ではないもん。何を言ってるか分かってるの怖い怖い怖い。DV パパ。怖いな、この戦闘のカメラワークが。わーそういう、あー、遠はい、どうも、アニメラクターの在前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、フェイトからエドライナープリズマイリアドライ。第9話。 見てい,こうと思いますはい、というわけで始まりました。プリアドライですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で、ね、第9話ということで、前回さ、ダリウスの目的が明らかになりました。世界を救うということで、完全にイリア側が悪だよっていうわけなんですよね。聖杯を使うことによって、この崩壊していく世界というものを止めたいっていうのが、まあ、ダリウスの願いなのかどうなのかわからないけれども、まあ、ダリウスはどっちかっていうと、世界の崩壊を止めようとしている正義の味方側であるということがわかって、イリアはね、世界を救うか、ミウを救うかの究極 究極の選択を迫られている現在さあどんな答えを出すのかイリアの選択注目ですそれでは見ていきましょうよーいスタートさて見ていきましょう,うーんさあ究極の選択 さあ、でも、悪と言われてしまう。まあ、世界的に見て、正義か悪かか、難しいな。でも、みウは、あの、何ミみじゃねえわ。あの、シロはみウを助けたい。みゆ、兄はみウを助けようとしたわけでしょそういう市場があってもいいと思うけどね。でも、分かった上でやってるのかやってないかだな、ュゆ、兄については。こういう現状があると分かった上でも、 ミーを助けようとしたのか、純粋に妹だからって思って助けようとしたのかにもまたよるけど、分かっても助けるよね。多分、シロはね。シロというかミー兄はねっていう。うーん。さあ、まだ戻ってないんだよな、ルビアとリンが。 うん、これを見る限り、まあ、とりあえず、ベアトリスとか、ダリウスとかよりかは、まず打倒は、アンジェリカになりそうだなさあ、守る星が紡ぐ世界、レッツゴー。一話からずっと打開策がまだ見えてない現状ではあるけど、世界の解像度は上がってる。 うーん。ただ、判断が遅い。何。はな。何かを投影すんの。なにこれ。なに。 わ宇宙地球の外観測してるの東映か東映というかうんプラネタリウムみたいなもんだよねうんうん マナとオートねカイロ。うん。はい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 。そういうもんだよね。 んうん。Hmm. Hmm. 間伐未知の粒子何か別の粒子が あーなるほどうんできないのはいはい。 そういういことだ,だから痴漢っていうのもあるのかそういう流れかそうかそうかうーん悩ましい悩ましいな。 やっぱりミユを取ろうも<何>者 わお、ハさん、ギリギリでか。あ、ズキンが喋ってる、フードが喋ってる。すごい可愛い,い格好なのに。 頭が散らかるああほら そうだったんだ。うーん。うーん。迷ってる場合ではないもんな、もう間違いなく。とはいえ。仕方あるまい。なに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 何する気 でっかっしゅるしゃがなえちょっとやり,やりすぎですよお嬢様うーん笑ってる。 わおわおわわもう何を言ってるか分かってるのねなんうぅや,やりすぎだよちょっとあのやりすぎですよ。 アンジェリカ様ちょ、躊躇がない躊躇がない何押しつぶす気だーあ。あれか あの持ってきたやつだうわローアイアス黒、もう黒は選択したってことだ うん。わっ入ったさあ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 。 り合ってもないみえのがおいちょ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 いえ割れる貫通たち割れすぎるマジで。 さてあーそうかでも戻ることはまたそうだまだ感情にない。 わあ、強い子や。<laughs> さあ。さあ、投げる投げる。わお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  <laughs> さ,さ,さ,さあ、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 さあ。 タッチ悪すぎる本当にさあ取られるただの塊だもんな。 ちょっとタスクが多すぎるな。わ迷っちゃってるな。 ああぎ完全に DV あお尻ペンペンの K さあアドリブを求めるくせに想定外が嫌いすぎる異様な光景だな おしぺんぺんする目つきじゃないんだけど、あなた。えこれ黒くなったら。あ,あ、怖い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 ,怖い DV パパ、ちょ、怖いって。怖い、D、DV パパやばすぎ。ESP が死んだらさ、どうする 何、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 何,何、何する気やば、迷ってるタイミングで。わ、すごい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 。ちょ、ちょ、ちょい。 縛りつけてるさあ,さあ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 枷になってるけど。 うわ切り継ぐ。 そうかそうか、そこにまた引き、あれつられてるんだ。そうかそうか。ここに繋がるんだ、切り継ぐのこの変化っていうのも。あー、けど。すっごいな、この戦闘のカメラワークが。 やべえってマジでさてあれ あ、いっぱいいるなるほど。そういうことか。

どっちも選ぶ <laughs> さーすが <laughs> 運命の鎖が <laughs> わわわわ晴れたよ。 我，嗯。Oh. Mm. うわーそういう、あ、特殊エンドでございます。ああ、そういう結論が出たわけだ。なるほど、ザワールド。オッケーオッケーオッケー。そうかそうか、でも、切り継ぐの変化聖敗戦争止めたその影響みたいなものも、しっかり黒に反映されてるんだね。ああ、で、その上で全部選ぶ。その無理通してきたからな、イリアも。 何かを捨てなきゃいけない選択肢っていうものを、限りなく避けてきたからこそだもんね。そうだよね、でも。まだなんか可能性はありそうだもんね。 うーん。みゆでもこの思いが届いたことによって、だってみゆも多分救われる準備ができたでしょうこれで。どうにはなるかもしんない。あ、なにこの特殊ンの超いいんですけど。いいいいあ、狂ってるわ さあ,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 あ、とんでもないことになるぞ、これ。奪ってみせろ。姫のもと。わおわおわおはい、というわけで見終わったわけなんですけど、いや、いいですね、イリアの選択。うーん、いいよね、イリアらしいよ。うんこの全部を取るっていうところ、理想に生きていくっていうのがイリアらしくてとてもいい。うん そうだよね。今までもね、現実的な問題を結構こう浴びせられてきたりもしたけど、なんやかんや全部抱え込みたい、捨てるものはあるのは嫌だみたいな、切り捨てるのは嫌だっていう、この理想を生き続けてなんとか成功し続けているからね。うん、結果だけを追い求めてっていうところで、できる限りまだ手段があるならそっちを取るのがいいよねっていうのが、イリアの答えなわけなので。 まあ、なんとかね、ミウも救って世界も救うことができればいいな、というふうに思うわけですよ。僕はね、もうこの平行世界はどうせ帰るからいいんじゃねとか思っちゃったりもしてたんだけど、ねえ、別に、まあ帰るから、ねえ、この世界がなくなろうと <laughs>、みたいな <laughs>、どうせ元の世界に帰るし、とか思っちゃってたんだけど、ねえ <laughs>、だからロストベルト問題、ロストベルト問題的なものもなんか思いついていたりとかもしたんだけど、とはいえね、うん、それもいろいろと天秤にかけられてしまうイリアの優しさっていうのもあるんだろうけど、どっちも取るっていうのはいいよね。 うんその上で、黒は黒で、切りグの生き方が若干刻まれてるのがいいよね。うんそういうのがあったからっていう、自分の思考の根底に切りグの存在っていうものがしっかり刻まれてるのがめちゃくちゃいいなっていう風に思う。そうだよね。切りグは、だから、余裕で少数を切れちゃうっていうのは結構悩みだったわけだよね。機械的に。うん多数を取るために少数を確実に切れてしまう。躊躇なく切れてしまうっていうのが、切りグの、まあ悩みみたいなものでもあったんだよね。そういう機械的人間性っていうところ。うん だから、51人と50人のボートあったら、51人助けるために50人殺すことだって余裕でできるみたいなところだもんね。うん。でも、この世界では違うわけだもんね。止めて、まあ、イリアたちを守るために、救うためにっていうことで、今ひたすら大多数と戦い続けてるっていうのが、キリツグのあり方なわけで、それが、しっかり黒にも刻まれてて、いいよね、この黒の答えっていうのもね。うん、助けたい人がミュウなんだっていうところ。結構、黒ってドライなように見えて、 なんか、情が深いというか、すごい優しい子なのがいいよね。お互いさ、イリアも黒もさ、どっちもなんか違う性質を持ってるけど、根底の優しさっていうのは一緒だからとてもいいよね。うん。黒は黒で、多分分かった上でそれを選んでるんだよね、その重み。世界を切るっていう、世界を切り捨てるっていうことを分かった上でミウを選ぶっていう、重みを分かった上でやってるんだけど、その重みすらも飲み込むようにイリアは全部を選ぶっていうところがめちゃくちゃいいよな。 うーん、黒もいいよね。女の子の命の方が重いのよっていうところ。は最初はちょっとさ、同じような存在でしょって言ってバチバチになってたけど、なんやかんやね。ミュウのことが大切だしっていうところで。ミュウもね、多分割と生きることを諦めてたと思うんですよ。もう無理だから私は世界のためにも、なんか、石になっていくのよみたいなことを思っていただろうけど、今回のね、イリアの一言で、それが可能かもしれないっていうことで、救われる準備みたいなものもできそうなので、さあさあ、とりあえずダリウスと戦っていきましょう。ダリウスがいる限りは間違いなく、この世界 のの救済ってものはありえない間違いなくダリウスと都合のいいように痴漢されてしまって世界が救済されたよみたいな形になってしまう可能性があるのでうーんダリウスは何とかしないといけないでも最後の語りを見る限り完全に悪人だよダリウスが正義の味方ではないうんダリウスにだってキリツグは憧れないもんキリツグもシロウも憧れないもんダリウスにうん おじさんはね、正義の味方に、すみません、なんでもないんですけど。あー、いやー、なるほど、なるほど。今回の選択はまた熱いなっていうところでもあるけど、黒の選択はでもやっぱりどっちかっていうと魔術師的なところもあるよね。個人的な印象だけど、魔術師って結構人間とは尺度が違うから、あそこで悩んでしまうのが人間だろうけど、こう決めたらもうそのために最適を動いていくというか、最善を尽くして動いていくっていうのはすごい魔術師っぽいし、ねえ、ど、どうなんだろうね。魔術師ってさ、別に世界の安寧はベースにないでしょ、言っちゃうと。 ねえ、片付き世界って言っていいのか、このフェイト世界って言っていいのか分かんないけど、ねえ、この魔術師世界において世界の安寧を図るために働きましょうみたいな命題は全魔術師に課されてるわけではないでしょ。それぞれの窓を極めながらいい感じに魔術を極めていきましょう、魔法を目指していきましょうみたいなところが魔術師のあり方なわけで、とりあえずどうありたいかを優先するっていうのが僕の中のこの世界における魔術師のあり方っていう風に認識してる。だから、人の身から外れてしまっても、その魔術師がこうやりたいからっていう風になったら、 突き進んでいくうわ割と普通かなって思ってるからね世界とミュを天秤にかけてミュのが大切ってなったらそのために全力で動けるのは結構やっぱり魔,魔術師的なそういうマインドになってるのかなっていう風に思ったりする結構早口だからもちゃ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 喋ってしまっているわけなんですけど伝わっていますかわかりませんけれども次回ダリウスと戦っていくわけですお尻ペンペンしてねその後にっこりするっていう完全にあの DV パパを見せつけてきたわけなんですけれどもいやいややさどうしようどうしようあーちょっとあれ,あれは戸惑っちゃったわ 私エリカちゃんもね若干びっくりしてると思ううんどうしようあの後とパパはそれでも優しいんだよって言ったらあー完全に騙されてる騙されてるってなっちゃったりしそうなんですけれどもああまあどうしようでもね完全に希望は毒だよみたいなことを言ってるから悪よりでしょでも間違いなくねえ世界の安寧なんか割とどうでもいいんじゃないのうんそのついででしょ うん、俺がなんかすごいことをなついでにまあ世界は救われるからいいんじゃねって思ったりもする。だって悪を歓迎する理由がないもん。うん、正義の味方に憧れてこじれてるおじさんだよ。うん、どうしよう、うん。どうしよう。あんな大人の対将小学生に任せられるのでしょうか頑張って任せよう。イリアとクロー、頑張れ。そしてミウも一緒に頑張ったら最高。そんな感じで今回は終わろうと思います。以上、プリズマイリアドライでした。バイバイ。